Maharaja! Hey! これは10人抜き切れた優勝じゃねえんだろ。まあそうですけど、流れ的に一番優勝で終われるだろ。ここはいや、まだだ、終わるね。本当にやるのか。当たり前だ、ファールの仇だ。おい、今度はおめえにも付き合ってもらうぜ。何、まさかウィシュル様を指名するおつもりか。ああ、そうだ、いいよな。前例はないけど。いや、先ほどの勝利で興奮されるのは分かりますが、よくお考えください。千葉様、俺はビシュル様のご先祖相手。そんなの関係ねえ。どうだ兄貴。仕方あるまい。なんてこと。どうなってんだパッパだ。ビシュル様の魂が本当に乗っ取られてしまったのか確かめんのさ。千葉の剣で。千葉の剣で。おい、はい。さあ、とんでもないカードが用意されました。なんとこの城の王者による兄弟対決です。ぶっ飛ばす。できるかな。なんだ、どうした、なんか変だ。おいお、気をつけろ。これを、あ、はじめ。てめえ、何者だてめえ。おいおい、おい答えろ。兄貴じゃねえな。何を言ってるんだ。兄貴はどうした。どうした、おかしくなったか。とぼけるな、俺は正気だ。兄の顔を忘れたというのか。忘れたくても忘れねえよ。じゃあなんだ。剣だ、てめえのそれは兄貴の剣じゃねえ。なんだ、何を話してる。確かめてるんです、ビシヌ様かどうか。何、剣は人を表す。てめえの剣には迷いがねえ。何を言ってるんだ。立ち合いのうちから負け惜しみか。やっぱりそうだ、間違いねえ。落ち着けしま。みんな信じられねえか、よく聞いてくれ。なんだなんだ、どうした。こいつは俺の兄貴ビジュヌじゃねえ。何を言ってるんだ。パールバディがお前から逃げ出したり、パスパタがごちゃごちゃ言ってたか。剣を合わせて全て分かったぜ。そういうことか。落ち着いてください島様。何が何だか、てめえは何者だ。どっから来た。ビシュル様、この兵を呼べ。あした島落ち着くんだ。なあ、とぼけるな、何が目的だ。シバ、おったー、なんだ、なんだ、お、まずいぞ。一回どうしたんだシバ。それはこっちのセリフだ。兄貴は、兄貴をどうした。落ち着いてください、シバ。お、ね、答えろ、兄貴は。捕らえろ。おい、ちょっと待って、どうなってんだよ。あいつだって、あいつを捕らえろよ。おい、待てよ、おい、お前。おい、やめろ、みんな。なんてことを。おい、大丈夫か。我が兵士に剣を向けるとは、もはや謀反も当然。奴は私の弟と思うな。今はこの隙で捕らえるんだ。おい、待て、おい、違うんだって。おい、待て。パスパタ、何をしている。お前まで捕らえねばならんぞ。おい、どうなってんだよ。あの勘が当たったか。何をもたもたしている。早く捕らえるのだ。おい、頼む、信じろ。俺は正気だ、おかしいのはあいつの方だ。まずいな、ひとまず逃げよう。なんでだ、逃げねえぞ俺は。止まった、なんだ。ここで逃げたらな、俺も本当に頭のおかしいやつになっちまうよ。おい、兄貴気づけ。あいつは兄貴なんかじゃねえぞ。わかりました、島様。まずは冷静に話を聞きましょう。本当か。さあ、まずは剣はこちらに。
行くぞ、マスコだ。逃がすな。待てな、タロジャ。一体どうされたのか、柴様。ビッシュヌ様の方こそ。柴の言う通り、あなたは本当にビッシュヌ様ですか。違うと答えたらどうする。柴様のように叫ぶか。ところでお前がこの城に来たのは何年前だ。え、ああ、パスパタの家が燃えた頃と同じか。何を。あの火事でパスパタの家族は焼け死に、彼だけが生き残った。確かお前がパスパタを救い出したんだったな。もしお前が柴様に会うようなことがあればこう伝えてくれ。しばらく、いや二度と我々の前には姿を現さぬように。バカのフルケンは特に恐ろしい。ああ。だが、悩みの種がこれで一つ消えた。確かに。しかし、もう少し慎重に。ああ。鍵は？日没までには確かな動きをご覧に入れます。任せたら。この体もそう長くは持たん。急げ。承知しております。お任せください。私も耳を疑ったが、信じるしかなさそうだな。しかも、アディスの野郎もすっかり操られてるぜ。操られてるというよりも、おそらく最初から通じてる。なんだと。貿易商を城に入れたのはアディスだ。全部、計画的ってことか。おい、あいつは一体何者なんだよ。わからない。あの、祠に何かあるとか話してはいたんだけど。魔物が眠るってパールが言ってたな。一体何が起ころうとしてるんだ。兄貴の体が奪われたんだとしたら、魂は、兄貴はどこ行っちまったんだよ。まさか、死んだも同じか。落ち着け、今。どこだよ、どこにいんだよ。あの野郎が殺して。おい、取り乱してはいられないぞ、今。今何者かに、城が奪われそうになってるのは確かだ。この城を守るのが、今のお前の、我々の使命だ。そうだ、俺も手